スクアルチャルーピ写本は15世紀のフィレンツェで編纂されたイタリアの豪華装飾写本の一つ。14世紀イタリアのトレチェント音楽の実装を伝える最大の一時資料である。現在はフィレンツェのロレンツオ図書館の蔵書である。その他の中世イタリア音楽を代表する写本に1350年から1370年までに編纂されたロッシシ写本がある。 この写本はおそらく1410年から1415年までを軸にフィレンツェのサンタマリアデル・アンジェリ修道院で編纂された。確証があるわけではないもののパオロ・ダ・フィレンツェが監修に参加した可能性があり、パオロの作品が含まれていないのが音楽学者の頭を悩ませてきた。本書の最初のフォリオにはサンタマリアデル・フィオーレ大聖堂オルガニストの アントニオ・ディバルトロメオ・スクアルチャルーピによる蔵書と記されており、本書の故障はここに由来する。スクアルチャルーピのおいに相続されてから、ジュリアーノ・デ・メディチの所有するところとなった。16世紀にジュリアーノ・デ・メディチから、パラティノ図書館に贈与された後、18世紀末に、ロレンツォ図書館に移管された。挿絵には、金や赤、青、紫が使われている。 本書に含まれている353曲はすべて世俗歌曲である。各曲は1340年代から1410年代半ばにかけて成立した。216枚分の洋碑紙のホリオが含まれ、豊かな装飾と上質の保存状態により、万全の状態で楽曲が保存されている。収録曲はフランチェスコ・ランディーニによる146曲のほか、 バルトリーノ・ダ・パドバによる37曲、ニコロ・ダ・ペルージャによる36曲、アンドレアダ・フィレンツェによる29曲、ヤコポ・ダ・ボローニャによる28曲、ロレンツォ・ダ・フィレンツェによる17曲、ゲラルデロ・ダ・フィレンツェによる16曲、ドナート・ダ・カッシャによる15曲、ジョバンニ・ダ・カッシャによる12曲、ヴィンチェンツォ・ダ・リミニによる6曲などがある。16枚分の空白のフォリオがあり、 そこに残された記入とパオロダ・フィレンツェの肖像画から、すると、パオロの作品を記入する予定であったことが察せられる。パオロは1409年までフィレンツェにいなかったことから、音楽学者は本書の編集当時に、パオロの作品が用意できなかったと推測している。ありがとうございます。